ナスターリーグダで、ナスターリーグダと書いた書道作品。ミール・エマードの作例に習って、お長いラスムセンとその下の三点抜くたで示している。ナスターリーグダは、アラビアペルシア書道の書体の一つ。流霊な筆記体で、イラン伊藤で非常に好まれる書体である。14世紀後半に、イランで開発された書体であり、ナスターリーグダ。 ファールシータイとも言う。本書体は口述のように、イランペルシア文化とのつながりが強いため、本校では、のカタカナ音社に関し、見出し語は、ナスターリーグとし、以後の地の文では、基本的に、ナスターリーグとする。ナスターリーグ体で書かれた文字のプロポーションを示す図、ナスターリーグ体には、ファールシータイという別名がある。ペルシアは、 現在のイランあたりのことであるが、ナスターリーグ体は、そのイラン伊図で好んで用いられる。ナスターリーグ体のアラビア文字で筆記されるのは、アラビア語のみならず、ペルシア語やウルドゥ語、パシュトー語、バローチー語なども含む。地域的に見ると、これら言語が話されている地域、すなわち、イランパキスタンアフガニスタンインドで好んで、使用されている。 他のアラビア文字書体と比較して、ナスターリーグ体の美的特徴は、一般的に、流線的、流霊、ゆるび、曲線美などと説明されている。特にサファビー朝、ムガル朝、オスマンアサではペルシア語の詩文やサシエツ記念台記、シャーナアメなどの文学作品を筆写するのに好んで、使われた書体でもある。ナスターリーグ体は、14世紀後半に、ペルシアで、 ミールアリー・タブリーズ・イーが、ナスフ・カラダとターリーク・カラダを元にして開発された。15世紀以後、ペルシアでは、多くの写本がこの書体で書かれるようになった。ただし、インド、トルコ、エジプトなどでの使用は、限定的である。サファビー長期の前半は、ナス・ターリーグ体・カラダ、鳥も直さず、ペルシア書道の正規とされ、書家たちのスルターンと呼ばれるスルターン・アリー・マシュ・ハディや アッバース大王の宮廷に仕えたミール・エマード派、サニーが優れた作品を残した。ことに、ミール・エマードは、その書によってナスター・リーグ体が洗練を極めたと、言われる。イランを中心とした西南アジアにとっては、洗乱の世紀であった18世紀、ナスター・リーグ体を使った書道は低調であったが、19世紀後半になると、ミール・ザー・モハンマド・レザー・カルホルのような、 優れた書家が現れ、ペルシア書道は再び盛んになった。19世紀にリトグラフが中東に移入されると、イランやインド方面などでは特に古典テキストの刊行される場合、活字以外に書家が石板などにナスターリーク体で肯定したテキスト本文を書写したものが流通した。イランではさらにナスターリーク体持つの曲線美や、 千の緩急を強調したシャキャステナスターリーク体と呼ばれる書体が書道や書簡に用いられている。パキスタンでは1990年代後半になって電子活字によるナスターリーク体のフォントが開発、導入されるまでリトグラフによる手書きの新聞が流通していた。ペルシア語及びウルドゥー語の最も基本的な書体である。ただし、 ウルドゥー語には特有の書き方のルールがある。パキスタンのテレビニュースの字幕などで出る、ウルドゥー語も機械のテキストにもかかわらずこの書体で書かれている。ありがとうございます。